もし使ってらっしゃる方いらっしゃったらあのコメントいただきたいんですけど、ね、ちょっと聞いてみたいですね、はいはい。こんにちは。こんにちは。リブワークの神永です。はい。今日はですね、熊本県玉名郡南関町に来ています。はい。南関初めてですね。そうですね。うん、はい。すごくあの緑が多くて、うん、はい、あの空気が澄んでる。ね。はい。気持ちいいですね。はい。では早速お家のご紹介していきたいと思います。はい。はい、今日の間取りはこちらです。はい。今日はですね、20坪のコンパクトな平屋のお家になっています。うん、おお、20坪。あの母屋の隣にあの将来の介護を視野に入れたセカンドハウスを建てられています、はいはいはい、セカンドハウス、なんかこう贅沢な響きすごいしますね。そうですね。なかなか家は諦めてたけど、うん、ちょっとやっぱり老後小さな平屋に住みたいなみたいなご要望って結構多いお声が上がってるので、そうですね、はい、まあ、そういった方にもちょっと参考になるようなお家になってるんじゃないかなと思います。今日のテーマなんですけれども、はいはい、今おっしゃられたようにちょっとスロープも見えてるかと思うんですけれども、うんうんうん、はい、あの老後を意識して安心安全そしてコストも意識した平屋のお家になっています。なるほど。結構今話だけ聞いてるといいとこずくめじゃないですかって話ですよね。はい、はい、あの実はですね、今日 S スタイルっていう当社ではあの今までご紹介してきたプランとまたちょっと違うシリーズのお家になってるんですよね。はいはいはい、はい、であのどんなお家かっていうと、うん、今までのお家が完全自由設計フルオーダープランだとしたら、今回はセミオーダー、ある一定の制約ルールのもとに間取りを変えられますよっていうプランになるので、なるほど、はい、その、まあ、あのセミオーダーにすることと、あとデザイン性をシンプルにする、この2点であの金額をですね、構造だったり性能を変えずに価格を落としているプランなので、なるほど、はい、あのお客様によってはとっておきのプランあのシリーズなんじゃないかなと思います。うん、なるほど。それもちょっと確かにいろいろ見ていきたいですね。はい、では早速ご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スロープいいですね。いいですね。はい、老後というか考えられた感じしますね。はい、屋根もあるので濡れずに取れますね。はい、はい、以上では、はい、どうぞ。おお、いきなりリビングですか。はい、ここ。そうなんですよ、うんうんうん、はい、このお家はですね、玄関からリビングが直接つながっているような、珍しいですね。はい、っていうのもですね、玄関ポーチって、うん、万が一車椅子を使うってなった時に、はいはい、結構展開しにくかったりとか、確かに確かに、扉の、 あの行きづらさみたいなところが出てくるので、うんうん、まあ、もうここは直接お部屋に行ける形でいいよねということで、もう取っ払ってしまっています。おお、潔いといえば潔いですねただなんかこう今神永さんをこうかけようとして、反対側見た瞬間、あ、結構広いかもってちょっと思ったんですよね。LDK はですね、 15.4 畳ですね。お、思ってたより広いような気がしますね。そうですね、まあ、ダイニングテーブルとソファーが置けるようなイメージですね。はい、じゃあちょうど真正面のところにテレビを置く感じですね。そうですね、もうダイニングとソファーと両方見れるような感じだと思います。はい、そして、はい、あの今高見さんの後ろにあるのが、はい、はい、こちらお手洗いですね。あのやっぱり介護のこと視野に入れられてるので、お手洗いもですね、うん、実は2つあるんですけれども、はいはいはい、はい、1つ目はもうリビングからすぐ行けるところにあるような感じです。でちょっと横幅もいつもより広いんですけど、うんうん、確かに分かります。中でぐるぐる回れるってほどの広さはないけれども、でもそれでもやっぱりこうちょっと広めにとって、やっぱそういった部分いろいろ考えてらっしゃるんだなってのは分かりますね。はい、うん、はい、ではここのお部屋をご紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらですね、実は洗面脱衣スペースになるんですけれども、はい、初めて見る、はい、これですね、うん、私めちゃめちゃ欲しいんですよえ、ただのあのなんていうんですか、カンタ君みたいな、あ、そうです、そうです、カンタ君です。おお、なんか名前は知ってます。はい、あのガス乾燥機なんですけれども、うん、もう洗濯物をあのガスの力で乾燥させてくれるんですけど、もう最速で1時間弱、1時間かからないぐらいで、はい、洗濯物乾燥してくれるし、はい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 、しかもですね、あのお外に干すぐらいそのガスなのでホワホワにあの乾燥してくれるらしいんですよ。いや、なんかこう女性からするとやっぱ結構憧れなんですよ、こう分けるっていうのは。あ、いやいや、
乾燥機使ったら洗濯物の匂いがちょっとなんか生臭さというか、がするものが多かったんですよ、昔の洗濯機って。確かに、その辺こだわるから、ほら最近よく匂い付き柔軟剤って入れてるじゃないですか、はい、あれでちょっとごまかしてる感じはちょっとありますねそうそう、だから結構乾燥機ついてるんだけど、もう使わずにちゃんと干すっていう奥さん多いんじゃないかなと思うんですけど、今はね、本当高性能の、乾燥機付きの洗濯機だとちょっと その辺改善されてるとは思うんですけど、これだと本当にほわほわほかほかに出来上がるらしいんですよね。なるほど、ちょっと私も使ったことないんですけど、先輩が言ってて、すごいそれを聞いていいなと思って、ちょっともし使ってらっしゃる方いらっしゃったら、コメントいただきたいんですけど、ね、ちょっと聞いてみたいですね、はいはい、ちょっと使用感というかですね、実はでも私は欲しい、もう賃貸に欲しいぐらい欲しいなって思ってます。上のですね、銀色のパイプとか、改造しなきゃみたいな出てくるじゃないですか、そういったのがあるから、もう新築で建てるときにもうすでに洗濯機の中に入れとくっていうのはいいかもしれないですね。そうですね、どうしてもガス工事が必要になってくると思うので、新築の時のタイミングっていうのはおすすめですね。いいですね、なるほどなるほど、はい、でですね、今日もう一個ちょっと水回りには、いつもと違う設備がありまして、なんだこれ、なんだこれ、はい、こちらもですね、初めて見るんですけど、私も、ちょっと介護のことを意識したお風呂になっています。で、これですね、ここからですね、シャワーが出てくるんですよ。この6つの穴から、はい、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ほーからシャワーが出てくるんですよね。面白いで、そうなんです、浴室に浸かれなくても、ここで40度のお湯を全身に浴びると、湯船に浸かってるぐらい体を温めることができるそうなんです、これはちょっと新しいですね。はい、ただちょっとお値段はね、そうでしょうね、はい、浴室の中に入らなくてもいいっていうのがでかいですね。そうですね、体を洗いながら流しながらっていう使い方ができそうですね。はい、はい、ではでは次は水回りですね、キッチンですね。はい、キッチンですね、クリナップさんのキッチン使ってますね、広々なキッチンですね、確かに、はい、すごく広く感じます、はい、食洗機もついてますね、はい、で後ろにも同じクリナップさん の、はい、カップボードも出てますね、なるほど、はい、こういう風に統一して揃えてるっていい感じですね、はい、ここに冷蔵庫が来るので、結構ゴミ置き場って ね、置く場所なくなっちゃったりするんですけど、確かに、はい、この空間をゴミスペースにされるんだと思います、はい、では次はこちらのお部屋をご紹介していきます、はい、ここは寝室？そうですね、ここは、奥様の寝室に、奥様の主寝室、はい、なるほどなるほど、で3つ寄せて開閉できるので、い、はい、こうやって開けるとすごい大開放できます。いいですね、はい、いろんな使い方できるし、クリアボックスみたいなタンス、ちっちゃいタンスとかですね、入れれちゃうぐらい広いですね、いいですね、はい、じゃあもう一つの部屋、はい、2LDK だから、そうですね、ただここにですね、もう一つトイレがあります。はい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 、はい、こっちの方が広いですかね。あ、そうですね、横幅はさらに広いですね、ここはお父様の寝室からすぐのところなので、はいはい、夜だったりとか朝方すぐ行けるような場所に設置してあります。なるほど、使い分けができるということですね。そうですね、はい、いいですね、はい、そしてそのすぐ横にもう一つお部屋があります、はい、よいしょ、はい、おー、はい、こちらがお父様の寝室、そうですね、はい、5畳、5.3 畳になってますね。はい、ここに吐き出し窓を作っていて、はいはいはい、吐き出し窓からすぐ母屋に、行けたりとか、様子が伺えるっていうのもそうですし、例えば車椅子で出入りがここからできるっていうのも、あるように大きい吐き出し窓を設置されてます。なるほどですね、ここをこうそういうふうに使うって感じですね、例えば緊急時とかもですね、ここから出れたりっていうようなことも考えてらっしゃいます。それにですよ、寝たきりじゃないけど、はい、なった時に母屋のところにすぐ窓があって、人がこう来た時にちょっと手振ったりとか、ちょっと一言話すだけでも嬉しいっていうのは、
ありますし、はい、いいですね、そういう風なの、ね、うんうん、なんかベッドに横になってる時に外の様子が見えるっていうのは、うん、なんか安心できますよ ね、 ね、はい、特にそれがもう家族だけしか来ないような場所だったら、うん、そうですね、なおさらですね、はい、では、はい、こっちに行きます。ちなみにですね、ちょっと聞きたかったんですけど、あのオープニングで言った安心安全って何っていう部分、はい、じゃあちょっと質問されといてあれなんですけど、はいはい、深見さんはどこが安心安全だと思いますか、このうちの。例えば、まあ、今回ほら床がこうフロア材、いつもほら無垢材じゃないですか、はい、確か一見バリアフリーのところであえてフローリングにしてるってあったんですよね、うんうん、前。そうですね、うん、それと同じで車椅子を考えたらフロア材の方がいいっていう意味で安心安全かなってちょっと思いました。そうですね、まあ、あんま関係ない、うん、外れ、はい、あ、じゃあこれ、この窓ガラス、はい、が、うんうん、まあ、ペアなの、はい、これが安心安全。そうですよね、そう思いますよね、うん、ただそれはよく引っかかる罠です。罠、罠、え、どういうことですか。はい、え、だって、うん、自分のアパートはペアガラスじゃないですか。普通に一枚ガラスって皆さんそうじゃないですか。もうアパートもですね、むしろ今ペアですよ、うん、マジっすか。俺どんだけボロいところに住んでるんだって話になってくるんやって。はい、あの、はい、もう今ペアガラスとか、うん、サッシが自身なのって、うん、もう今や当たり前の時代ではあるんですよ、はい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 、見えないところ、あ、そっち、はい、はいはいはい、をぜひぜひ確認していただきたくて、うんうん、はい、でこの S スタイルは、まあ、その見えない部分の断熱材とか柱とか防水シートとかそういった構造材の部分で、うんうん、もう今までのグレードアップシリーズと全く同じ素材を使っています、うん、おお、確かうちのやつはセルロースファイバー使ってますよね、はい、あの別動画で紹介している調湿性、うん、それこそ湿気に強いっていうところの調湿性だったりとか、あと火事に強い防火性、うん、そして防音性などを他の断熱材と実験している動画があるので、うん、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、はい、では今日はちょっと S スタイルっていうあのセミオーダーのプランをご紹介してきました。また次回も動画、はいはい、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。無理やりエンディング言っちゃった。